リア。助かったぜ。お見事です。神様。一昨日来やがれ。よっしゃ。ラオニオ。魔王様の右腕になるという俺さ。おい、その魔王ってのは何だ。さっきも。いずれ魔王様にやられちまう。ああ。いずれ現れる魔王か。あたしの魔力はその壺の中に閉じ込めら。これで魔力が戻るといいんだけど。そんなお姉様の姿が変わった。いいね。ご心配なく。この通りすっかり元通りよ。魔力が頭ですが、お姉様。うん、年齢までは元に戻らなかったみたいね。でもせっかく若返ったんだし、まあいいわよね。まあお姉様らしいですわね。なんだかそのお姿。ところでねえお姉様、ええ、もちろんよ、せいにゃ。命の大樹に選ばれし勇者よ。
こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしており、私たちは勇者を守る宿命を追って生まれた聖地ラムダの一族。あなたは災いを呼ぶ悪魔の子などではありません。里の者から聞かされていました。私たち姉妹が探し求める勇者は瞳の奥に温かまあ私は最初にあんたを見た時から全部わかっ勇者を守る聖地ラムダの一族か。俺の読み通り、どうやらお前は本当に世界を救う。あんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、もう一人助けてあげたい人がいるの。ここからしか入れない部屋があるはずだ。かしこまり。おい、そこに。もう大丈夫よ、おじさん。あの悪い竜は。いやー、ありがてえ。もう少しであの魔物たちの餌にされるところだった。まったく、あんな可愛い娘さんをほったらかして、こんなところで魔物につく。あんたらまさかあの子を。心配しなくても大丈夫よ。ホムラの里の酒場で預かってもらってるから。ふう、ありがとう。俺の名前はルパス。あんたたちから受けた恩。ルパス、その名前どこかで聞。ギク。それじゃあ俺はルコが心配だから先に行くぜ。行ってしまいましたね。なんか引っかかるけど、まあいいわ。私たちもホム。いや、起きてきたか。俺たちもちょっ…やっと聞いてもらう時が来たわね。勇者であるあんたと、私たち姉妹の…大いなる闇、邪悪の神が天より現れし時、光の紋章を授かりし、大樹の…そう、信じられないだろうけど、あんたはかつてその紋章の力で邪悪の神を倒…邪悪の神は倒されたはずなのに、なぜ勇者がこの世に生を受けたのか。そこで真実を突き止めるために、あんたを勇者とゆかりの深い命の大樹へ導くし。ほーん、命の大樹か。
そこに行けば全ての謎が明らか。あんたってほんと考えなしね。命の大樹って空に浮かんでいるのよ。簡単に行けると。かつて邪悪の神と戦った勇者様は空を渡り大樹から使命を授かったそうですが。なんだよそれ、あんたらにもわからないってことかい。命は大樹ね。まあ本当ですか。ねえ、昨日助けてやったおっさんな、実はあいつ有名な情報屋なんだ。命の大樹について何か知ってるんじゃねえか。確か迷子のお嬢さんを迎えに酒場まで戻るとおっしゃっていました。あと一杯だけだから大丈夫だって。やっぱ命拾いし。よおっさん、ご機嫌じゃねえか。うん、俺さ、おっさんのことを思い出したんだ。あんた裏社会では結構名の知れてる情報屋のルパスさんだろ。なんでも生まれつきの不運を逆手にとって厄介ごとに巻き込まれちゃあそいつをネタに商売。バレちまったならしょうがねえ。俺があの魔物にさらわれた時はたまたま男湯と女湯ののれんが入れ替わっててな、ラッキーだったのもつかの間、そこで俺は見ちまったんだ。一さらいの魔物と加勢するはずが俺は丸腰だったし、あっさり一緒に捕まっちまってな。あとは知っての通りだ。ところでおっさん、命の大樹を知ってるか。命の大樹に結びつくならどんな情報。ほう、命の大樹とはでかいターゲットだな。いいだろう。ホムラに来る前、南西の砂漠の真ん中で俺とルコは熱中症になっちまってな。不幸にも死を覚悟、砂漠の大国サマディの兵士が運よく通りがかって俺たちを城に運んで解放してくる。意識を取り戻したその時、俺は見ちまったのさ。城の中に飾られたキラキラと七色に輝く枝をな。俺の目に狂いはねえ。あれこそが命の大樹の枝だと思うぜ。まあお姉様、ま、お城の中に七色に輝く命の大樹の枝です。そうね、枝とはいえ命の大樹、ずっと輝き続けてるってことは勇者を導いて。あんたもたまには役に立つのね。ちょっとだけど、みんそれではお姉様、ひとまずサマディに向かい、ここから南西の関所を抜けて進んでいけばサマディ王国にたどり着けるはずですわ。勇者様、これから先長い旅になると思います。南西の関所はサマディ王国の蛮兵が厳重に道を塞い。